2021年ドラマ、ドラゴン桜の秀才女子、小杉マリア、チア、ダン、など、若手女優として注目される女優の白沢さん。2022年10月スタートの、本田翼さん主演ドラマ、君の花になるに出演するなど、活躍を続けています。白沢さんのプロフィール、経歴、中学、高校、大学など学歴、家族、父母について、大食いというキーワードについてなど、気になったので調べてみました。白沢さんのプロフィール。名前、白沢。出身地、神奈川県藤沢市。生年月日、1999年7月28日。年齢、23歳、執筆時。身長、164センチメートル。血液型、A 型。職業、女優、所属、テンカラット。家族、両親と兄が一人。白沢さんの経歴。白沢さんは、1999年7月28日、神奈川県藤沢市に生まれ。2022年10月現在23歳。田中玲奈さん、大沢あかねさん、知花くららさんらが在籍する事務所、テンカラットに所属。小学6年の時にスカウトされ、芸能界入り。現在の事務所に所属します。きっかけは、母親が SNS に上げていた写真をたまたま見た現所属事務所、テンカラットのスタッフがメールでスカウトしてきたことでした。2013年から、ティーン向けファッション誌、ピチレモン、ラッケンプラス、専属モデルとして2015年12月号、休刊号、まで活動します。2014年、14歳、初オーディションで初主演となった短編映画、サルビア、で女優デビュー。2015年、1月15日にフジテレビ系木曜劇場、問題のあるレストラン。第1話でドラマ初出演。2017年、光の旅で長編映画初主演。2018年、高校を卒業。同2018年7月13日から9月14日まで放送の TBS 系金曜ドラマ、チア、ダンで連続ドラマ初出演。同ドラマは、土屋太鳳さん主演。女子高生たちがチアダンスで全米制覇を目指す青春ドラマ。白沢さんは、ロケットの初期メンバー、蓮見琴役を演じました。2019年10月24日から11月4日まで出演した街の下でで舞台初出演。この投稿をインスタグラムで見る。白沢、@さらしだアンダーバーオフィシャル、らしらした投稿。2020年1月、ドラマ、ゆるキャン三角、テレビ東京、斉藤恵那役で出演。テレビアニメ化もされたアフロさんの人気漫画、ビュルキャン三角を実写ドラマ化、女優の福原遥さんが主演を務めました。2021年4月25日から6月27日まで放送の TBS 系日曜劇場、ドラゴン桜第2シリーズ、阿部寛さん主演に出演し、日曜劇場初出演。本作は、2005年に放送された前作ドラマの原作、ドラゴン桜、2003年から2007年連載の15年後を書く続編です。伝説の弁護士、桜木健二、阿部寛さんと、今は弁護士となった元教え子の水野直美、長澤まさみさんが、偏差値32で経営破綻寸前の龍海学園を再建するため、東京大学合格者を輩出しようと新時代の生徒たちに向き合っていく、というストーリーです。白沢さんは、龍海学園で文系トップの優秀な成績にもかかわらず、大学受験に興味を示さず、卒業後は就職を希望している生徒、小杉マリ役を務め、その演技に注目が集まりました。2018年2月、今泉力也監督の映画、パンとバスと二度目の初恋、2018年2月17日公開会に、元乃木坂46の深川舞さん演じる主人公、リチー・フミの妹、リチー・ニコ役で出演。2021年、今泉力也監督の映画、過疎的三火曜、2021年10月15日公開、では、主演を務めます。ユーラ・アラタさん扮する父親の娘、国木田明を演じました。2022年10月18日スタートの、本田翼さん主演、TBS ドラマ、君の花になる、では、池岡直役で出演。
ドラゴン桜と、ゆるキャン三角2以来、1年半ぶりのテレビドラマに出演となりました。次ページ、シダサラさんの学歴、中学、高校、大学は、家族についても。シダサラさんの中学、高校、大学は中学、シダサラさんは出身中学を公表していませんが、神奈川県立藤沢市立明治中学校という情報が見つかりました。シダサラさんは料理が好きとのことで、中学時代は家庭しなべの部長を務めていたそうです。2021年10月のインタビューでは、中学生の時家庭しなべ部長でした。得意料理はバターチキンカレー、お水を一切使わずにスパイスも自分で配合して作る本格派です。でも好きなものを作って食べるのと、毎日献立を考えて作るとでは全く違いました。母親の大変さを実感しました。と話しています。高校、シダサラさんの出身高校は、クラーク記念国際高校の通信制課程、との情報が見つかりました。シダサラさんは出身高校を公表していませんが、ネット上ではこの学校に在籍していたという情報が多く上がっていました。クラーク記念国際高等学校は、北海道深川市に本部を置く通信制、単位制、男女共学の私立高校です。1992年に開校、クラークの名は、三浦雄一郎名誉校長の母校北海道大学の W.S. クラーク博士、札幌農学校初代教頭にちなんでいます。著名な卒業生に、俳優の市原隼人さん、指原莉乃さん、森泉さんらがいます。大学、シダサラさんは、高校卒業後、大学等への進学せず芸能活動に専念しています。2021年10月のインタビューで進学について話していました。女優一本でやっていこうと決めたのはいつ頃ですか？シダ高校入学当時から大学に行く気持ちはなかったので、このままお仕事を続けていくんだろうなぁと思っていました。ただ、高校を卒業して、周りの子が大学に行ったり就職していたので、初めて私もこのお仕事で食べていけるようにならなくちゃいけないんだ、と強く思いました。シダサラさんの家族。シダサラさんは、父、母、兄の4人家族で、とても仲が良いそうです。2021年10月インタビューで、家族について話しています。シダ家族にはたまに怒ったりすることもあります。家族は絶対に嫌われない安心感みたいなものがあるので、そこに少し甘えてしまう部分があって、思ったことを何でも言ってしまいます。友達と同じような感覚で話せるというか。高校時代も、学校から帰ってきたら今日一日何があったのかを話していました。高校生で、家族にそこまで話すのは珍しいかもしれませんね。血が周りの子たちにしてみれば家族に言いづらいような、例えば恋愛のことも、両親にも兄にも昔から全部話しています。今でも仕事から帰ってきたら、こんなことして、次にこういう仕事が決まって、みたいに、全部話します。次ページ、シダサラさんの大食いとは、シダサラさんの現在、ドラマ、君の花になる、についても。シダサラさんは、大食い。シダサラさんは、大食いというキーワードで多く検索されています。調べてみると、ドラマ、ドラゴン桜で演じた小杉マリ役が、大食いキャラだったことから、そういったキーワードで検索されているようです。2021年6月のインタビューにて、ドラゴン桜。出演時の役作りについて話しています。役作りで減量もされたそうですが。シダ、マリは細いイメージがあったので、今の自分のままだとイメージとはちょっと違うなと思って、家族の問題とかが解決する6話まで痩せようと思って 6kg 減量しました。7話からは大食いキャラになるので、わら、ドラゴン桜で演じた小杉マリは、第7話から大食いキャラになる、と答えていましたが、シダサラさん自身も大食いなところがあるそうです。2021年6月のインタビューで、小杉マリと似ているところはあるかという質問がありました。マリと似てるところはないとのことですが、大食いなところはどうでしょう。血がそこは唯一似てるかもしれません。わら。
私も結構食べる方で、この前も朝にパンが食べたくて買って撮影に行ったら、楽屋にパンのお弁当を用意していただいていたので、朝から5個食べました。わら。後で胃がもたれたりせず、血が全然ないです。お昼にはまた、ちゃんとお腹が空いて、残さず食べました。わら、今まで何かを何杯食べたみたいな記録はありますか？志賀高校時代は周りの友達もよく食べる子ばかりで、ラーメン大盛りにご飯に唐揚げみたいなのが当たり前の環境で育ちました。わら。一度、ハンバーガーを何個食べられるかな、という話になって、その時は5個食べました。また別の日に、うどんは何杯いける、となって、3杯食べたと思います。わら。そういう勝負はよくやってました。志賀沙羅さんの現在。志賀沙羅さんは、2022年10月18日スタートの、本田翼さんが主演を務める、TBS 系10月期の火曜ドラマ、君の花になる、毎週火曜午10時に出演します。志賀沙羅さんは、ボーイズグループ、ハチルーム、ブルームのたまり場である銭湯の娘、池岡奈緒を演じます。同作は、ある出来事により挫折した元高校教師の主人公、中町飛鳥、本田翼さんが、崖っぷちのボーイズグループ7人の寮母となり、一緒にトップアーティストになる夢に向かっていく物語です。飛鳥は、突如ボーイズグループが共同生活する寮の寮母になったことをきっかけに、かつての教え子、相模団と再会します。団がグループのリーダーとして夢に向かってまっすぐ挑戦する姿に心を打たれ、気づけば教師だった頃の情熱を取り戻し、自身の挫折とも向き合うようになっていく、というストーリーです。30歳の節目に、恋も仕事も友情も新たなステージへ進む女性の成長と胸キュンをオリジナルストーリーで書きます。志賀沙羅さん演じる池岡奈緒のこれからの出演など、今後の活躍が楽しみです。以上、女優、志賀沙羅さんについて、でした。